ラカンドニアスキスマティカは、メキシコに分布する、本郷層からカンドニア属の植物である。この植物は、花の中でオスシベとメシベの位置が逆転しているという、他のどの植物にも見られない特徴を持つには、ごく稀にそのような花が見られる。ラカンドニアスキスマティカは、葉緑層を含まない、不正植物であり、メキシコチアパス州のラカンドンジャングルの固有種である。この植物は、 非常に少数の個体群しか知られておらず、この種を調査した研究者によれば、絶滅の危機に瀕していると考えられている。この植物は、1985年に発見されて、以来20年以上の間、ラカンドニア属唯一の種であると考えられていたが、2012年に、同族で別種とされる植物が、ブラジルで新たに発見された。ラカンドニアスキスマティカは、葉 一つの根茎を持ち近寄生生活をする小さな不正植物である。この植物は創造過剰と臨片状の葉をつける。この花は放射対象で心側、オスシベは理性、肺種は1。形態的には本合草の花に似ているが、皮脂植物の典型的な花とは逆転した構造になっていると考えられる。すなわち通常の植物においては、 花の中心部に、めしべがあり、おスシベはその周囲に配置される構造になっているが、ラカンドニアスキスマティカの花においては、通常は3本のおスシベが花の中心にあり、60から80本のめしべが周囲を取り巻いている。このようにおスシベとめしべの位置が逆転しているという、特徴は知られている、皮脂植物において唯一のものであり、花の形態学における常識を覆した。 ラカンドニアスキスマティカの花は、両性花であり、開花前に、自家受精されるつぼみ受精型閉鎖下受精である。また、花粉は3細胞性花粉粒であり、薬の内部で発芽し、花粉管は脂肪に到達すべく、花卓の中を新調する。ラカンドニアスキスマティカは、環境が十分多湿であれば一年中開花が見られるが、特に盛んに花をつけるのは9月から10月にかけてで、ある。 開花期前の閉鎖下受精による自家生殖のため、知られているラカンドニアスキスマティカの個体群は遺伝的多様性にかけ、高頻度で、ほモ接合系を持つ。この種の染色体数は N イコール9である。この花の構造に関しては、この花は真の花ではなく、髄のみに耐化した尾花と雌花がそれぞれ先端部と、基部に集まっているようなタイプの果樹においてその花柄が、 極端に短くなったもの、すなわち、偽花であるという仮説に基づく説明も試みられた。しかし、禁煙と考えられる他の本号草化植物の研究などを通じて、これは真の花であることが指示された。ラカンドニアスキスマティカは、メキシコ南東部の熱帯ウリンラカンドンジャングルの標高200メートル付近に、いくつかの小さな個体群が知られている。 それはこの熱帯雨林の影地に生息する。ゲリット・デビットスとエステバン・マルティネスは1990年に生息地が牛の放牧地へ転換することにより、この植物がいかに極めて極地化され、高度な絶滅の危機にあるかということを記録した。彼らはまた、この種を人工的に栽培することは困難であり、それゆえ野生状態で見られなくなる前にこのユニークな植物の 生物学を研究すべきだと他の科学者を促している。ラカンドニアスキスマティカは1985年9月にエステバン・マルティネスにより発見された。1989年にマルティネスとクララヒル・ダラモスによって初めて記載され、この種だけでラカンドニア族及びラカンドニア化が設立され、ラカンドニア化自体は本号層目に分類された。 1991年に、トラウドル・ラブサマン・ウーステンフェルドは、ラカンドニアスキスマティカは、本合相族か、ペルタフィリム属に属す、あるいはそれ自身だけの人重型属として、本合相化に含まれることを示唆した。1998年の別の研究では、ラカンドニアスキスマティカをそれ自身を単価多化として、分離することを支持するデータが発表された。a p g では、 このラカンドニア族は本合造家に移され、このトガはタコの木目に置かれた。この種を既存のトガに合理的に分類することが困難なのは、この花の独特な構造のためである。どのようにして、オスシベとメシベの位置の逆転が進化したのか不明であるが、いくつかの研究では仮説が提案されている。デビッドスとマルティネスは、ラカンドニアスキスマティカは、 リチャード・ゴールド・シュミットの有望な怪物かもしれないと示唆した。それは、この逆転した花の形態は火星を制御する遺伝子の複合突然変異から生じたものであろう、という意味である。あるいは、染色体再編成もまたこの種の起源である、可能性もある。1990年代におけるこの種の基本的な記述と初期の研究以来、他のフィールドワークにより、 ラカンドニアスキスマティカの花の進化に関する仮説が提案された。本種と近い関係にある本合草化のトライアリス、ブレバスタイリスは大部分が私有一種であるが、標準的なラカンドニアスキスマティカの花とちょうど同じようにオスシベとメシベが逆転した両性花を持つ少数の個体が散在することが発見された。この発見をした研究者は、 この逆転した花の形態は、ラカンドニアスキスマティカとトライアリスブレバスタイリスが分化する以前に進化したものである、と結論を導いた。ラカンドン地方の低地熱帯雨林の気温が現在より、6摂取8度低かった第4期を通じて、両個体群が分離されたとする、この仮説は、ラカンドニアスキスマティカの分布が、比較的暖かい低地に制限され、 トライアリス・ブレバスタイリスが、より涼しい高地に分布しているという地理的分布により、指示される。また、同研究において、ラカンドニアスキスマティカの果女の一部には、外見上は、両性花でありながら、雌雄いずれかの生殖器官の数に差があり、単成下としての側面を持つ花があることも示された。2012年に、ブラジル北東部において、 ラカンドニアスキスマティカによく似た植物が発見され、ラカンドニア族の新種として記載された。この新種の発見は、ラカンドニア族の進化に関して新たな謎を投げかけることになった。ラカンドニアの発見は、単なる新種植物の発見ということ以上に、我々は世界の植物に関して、まだ十分な知見があるわけではない、ということを改めて知らさせしめた点に、 大きな意味があると考えられる。ありがとうございます。